はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、精鋭選手ピックアップガチャですね、こちらを引いていくんですけれども、まずはちょっとガチャの内容から確認していきます。まずピックアップキャラ、まあ、バナーキャラですねとしては投手3キャラ、まともと挑戦者大谷くんと、なるみが、いますと。で20連目を引きますとこの3キャラのうち、まあ、SR を選んで、手に入れることができる SR 選択権がおまけとしてついてきて、でさらに30連目になりますと、PSR の選択権が、まあ、おまけでついてくるという形になってまして、まあ、20連目30連目でね早々に SR 選択権 PSR 選択権がもらえるというのは、かなりいいんじゃないでしょうかというところになります。で、まあ、このガチャをね引くは引くんですけれども、まあ、いつもみたいにポンポンポンと30連引いていくわけではなくてですね、ちょっと自分の解放事情が絡んできて、一応ボックスの方を見ていきますと、現在ですね、なるみですね、なるみが、PSR のプラ4なんですよ。であと手持ちのなるみが、まあ、SR が1枚で PR のプラ3が1個で PR のプラ0が1個というところになります。でまあ、最悪ね PSR 選択権で、選べば絶対 PSR プラ5が完成するんですけれども、まずやることとしてはとりあえず今手持ちのなるみを全部ここにぶっ込みますと。でこれで PSR のプラ5が完成すれば選択権は、別のキャラを選んでいきます。でもう一つ、仮にこの3体入れてプラ5にならなかったとしても途中の過程でなるみが手に入れば、その都度なるみをぶっ込んで、まあ、まずは PSR プラゴのなるみを作り出すことを第一目標にすると。でそれでも、PSR のプラゴが出来上がらなかった時には選択権を使って、なるみを選んで、PSR のプラゴのなるみを、完成させるという手順を踏んでいきたいと、思いますので、まずはこの3体のなるみですね、これを PSR にぶっ込む作業から始めますというわけで強化。これ PR から入れる ?1 枚ずつ入れてった方がいいよね。あ、PSR のね、プラゴが、あ、これあれか。キャラ順になってないんで。PSR のプラゴが出来上がっちゃえば、例えばね、PSR の暁守がいるんですけど、もう SR とか完全にいらないからね。だから3個ぶっ込んでどうかなってやってもいいとは思うんだけど、なるみどこだ?あ、いた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 。じゃ PSR プラ4で、じゃ PR からいきますか。1個ずつ11%、これ2つ突っ込んじゃうか。ちょっとめんどくさいから 11% と 5%、 まあもうこれはまあそうだよね。というわけでじゃあこれ 30% を次は、ぶっ込みますと。6個解除して、はい、起きなかったね。じゃあちょっとガチャの方を引いていきましょう。だ最悪本当に選択権だけ手に入れてなるみの PSR プラゴが出来上がるっていうだけになるかもしれない。バナー PR が1枚出るんだけど、ちょっと今回はスルーして10連から引いていきます。でここはバナーから SR が確定してますと。このバナーからね、例えばなるみが出てきたらもうそのなるみは早々に突っ込みます。まあ、PR とかも出てきたらその場で突っ込んじゃうんですけど、なるみが出た。なるみが出てもね、あ、 R のなるみとか、 R って何パーセントだっけ。そう、 PSR はね R でも一応解放はできるから 0.5% とかだっけ。なんかとんでもねえ確率だよね。じゃあちょっとなるみを手に入れたんで、なるみ解放に参ります。あれ、ちょっと待って、ボックスの空きがどうなってんだ。間違えた。多分何個か空けとかなきゃダメだよね。20キャラくらいは空けとくか。1234567891011121314151617181920
ちょうどか。で、ちょっとなるみだけ引っ張り出してきて、ここでね、本当になるみが解放してくれればいいんだけど、あ、なるみは大丈夫か。大体 0.5% なんてさ、すげえ確率だよね。 PSR が出る確率と同じくらい、0.5% だよね。一応これまあなんか一緒に突っ込んでもいい気がするけどね。いや無理でしょこんなん。じゃあこの 30% を突っ込みますと。解放しろなるみ、お前の力を解放せよ解放しないよね。じゃあ、次また20連目を引いていきます。まあね、最悪ね、もうプラゴが絶対作り出せるっていう安心感はとりあえずあるからね。で、ここの選択権もどうしようかな。ちなみにね、まともは今プラゴなんですよ、 SR がね。で、大谷くんは確かプラ1とか。大谷くん全然解放してないんだよね、あんまり復刻しないからね。大谷くんか、どうしようかな。選択権なるみ選んじゃおうかな。なるみが3枚あるけどさこの3枚のなるみで解放したらマジ神だよね。いや一応チャレンジする、チャレンジはしますよ。ちょっと挑戦者大谷くんプラ1か。そうで、挑戦者大谷くんは PSR プラ5になると、ちょっと、テーブルだけ見ますと、45の先ですね、レベル50で筋力ボーナスが6つくんですよ。で、もともと筋力ボーナスは持ってないんで、まあ、いきなり筋力ボーナス6がつくっていうのは、まあ、結構いいですね。で、精神ボーナスもついてるんでね、まあ、そうすると、それなりにはテーブル的にはいいとは思うんですけど、まあいかんせん急速キャラだからね、ちょっと出番がなかなか少ないと思います。で、ただ俺的にはその野手の方で降格砲がね、金徳確定になってるんで、アーチスト降格砲持ちのキャラを作りたいときは多分大谷くんを使いますねというところかな。で、あとまともに関しては、まともくんどこにいるんだ、いた、やる気効果アップが、50% なんですけれども、レベル50になるとこれがやる気効果75になります。なのでどうだろうね、なんか経験点すげえ底上げされるかって言われたらちょっとなんか微妙な感じはします。その 25% でどれほどの経験点が変わってくるのかって言われると、そんなに効果は高くないんじゃないかなっていう印象で、なるみこの PSR プライオンにこれは3つ突っ込む、 0.5%、 はい、まあそうだよね。でこっから先を、要は SR 選択権でナルミを選んで、もし解放すれば PSR 選択権は別のキャラを選べると。で、逆に PSR 選択権までとりあえず引くか、そう引いて、まあ、もしかしたらまたナルミが出るかもしれないから、まずは引こう。そうだね、じゃあ30連目いきます。ほい、最近また確定枠しか出ない病だからな。あ、ナルミが出た。じゃあこれ突っ込もう。で、 R、 あ、 PR も出た、これも突っ込もう。あ、いっぱい出てんじゃん。で、 PSR 選択権ですね。で、ここでだから解放してくれれば SR 選択権、 PSR 選択権を別のキャラで選べるという感じになりますと。だからあるのはもう
いいよ、全部突っ込んじゃおう。なんかめんどくさくなってきちゃった。30% 外して、でも餌の3枚目突っ込むことになるからね。0.5%、0.5%、0.5% の 5% の 30%。つまり何%かはよくわかんない。最低ないね。じゃあ次の選択肢としては、SR 選択権選んで、ワンチャンかけるか、PSR 選択権で、なるみを選んで、プラグを作り出して、SR 選択権は、挑戦者大谷くんを選んで、挑戦者大谷くんのレベルを上げるか。で、挑戦者大谷くんは、一応45になるとね、練習効果 10% がつくんで、まあ、ちょっとは底上げになるかなっていうところはあります。で、PSR のね、挑戦者大谷くんはもう作り出せないと思うんだよね。俺的に。で、PSR のね、まともに関しては、これはね、あの通常の友沢から解放できるんで、解放のしやすさっていうことを考えると、まあ、まともの方がいいんだけど、ただ、その50を作り出したところで、どうなんでしょうねというのは一つあるというところ。まあ45でも全然機能はしてくれるんで、一応2つ回収して、そうだね、なんか解放運が向いてないから、確実に PSR 選択権でなるみのプラグを作り出そう。で、 SR 選択権は大谷くんを選びます。それでいきます。じゃあ、なるみの PSR を獲得します。まあ、ここは、確定してるんで、なるみをゲットして、で、ちょっとじゃあ先に、なるみの PSR プラグを作り出しちゃいます。ですと、いや、ようやくだ、ようやくなるみくんがプラゴンになりましたというところで、練習効果アップが30、いや、まだレベル上げてないけど、レベルは上げときますと。で、あとは挑戦者大谷くんですね。PR とか R も出てるんで、それを突っ込んでどこまで、上限解放できるかと。今そもそもプラ1で、1枚挑戦者大谷くんが出たんで、で、ここの精鋭選手に関してはもうこの3キャラしかいないんで、まあ、そんなに、ね、選択肢はないんで、俺は挑戦者大谷くんをいただきますと。あとそう、チケットね、アニバーサリーチケット S があるんだよね。これやっとこう、せっかくだから。虹が出た。これってさ、何だっけ、PSR ゲドウくんの可能性もあるんだっけ。このキラーが来てるけどさ、あ、そうそうそう、 PR 大丈夫博士、いいね、スザク。あ、 PSR ユニエミリちゃんだという感じでしたと。じゃあちょっと挑戦者大谷くんだけちょっと SR だけ突っ込んじゃいます。ちょっと PR とかの整理は裏方でやるんで、まあ30連でね、PSR が1上がったと考えれば、まあ上出来だとは思うんで、挑戦、あ、そう、普通の大谷くんもいるんだよね。これもぶっこんじゃうか。じゃ、これロック解除して、これもロック解除して、普通の大谷くん、あ、オリジナルストレートか。そうかそうかそうか、一応なんかパワチャレ用の選手としてオリジナルストレート持ちっていうのは名前決められるからね、取っといた方がいいかな。一応ちょっと取っときます。というわけで、やっぱりこの2人だけ、この2人だけを強化していきますと。はい、3になったんで、まあ、ただ40はね、初期評価が上がるだけなので、やっぱり45まで上げないとちょっと経験点には響いてこないかなというところですね。まあ初期評価があればね、タック組めるのが早くなるんで、まあそんなわけで、今回の成果としては、まず
だいぶ SR の鳴海を突っ込んだけど解放しなかったんで、PSR 選択権を使って鳴海の PSR プラグを作り出しましたと。あと一応挑戦者大谷君もちょいちょいレベルが上がりましたという感じになります。まあそんな感じで、今回はこれで終了します。最後までご視聴、ここマジでさコントローラーバグるんだけどコントローラー買い替えた方がいいな。まあそんなわけで、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。